なあ、ちょっと聞いていいか。あ、何？雪の下の家に行った時、何か話したのか？何にも。は？ヘッキーが帰ってからはお腹空いたから一緒にご飯食べて、なんか DVD 見て、で、私は帰った。だからヘッキーが知りたいことは何も聞いてないよ。いや、別に知りたいこととかねえよ。そう？私は知りたかったけどね。私ね、ユキノンのことは待つことにしたの。ユキノンは多分話そう、近づこうってしてるから、だから待つの。でも待っててもどうしようもない人は待たない。ん？まあどうしようもないやつ待っても仕方ないわな。違うよ、待たないでこっちから行くの。お、そうか。うん、そうだ。